YouTube で人気のあるパチンコ必勝法について、鉄拳というマシンをテーマに解説します。鉄拳は多くのプレイヤーに人気がありますが、必勝法の実践は難しいと言われています。しかし、私たちの独自の分析方法を使って、鉄拳で勝ちやすくなるためのテクニックをご紹介します。まず、当たりパターンの分析から始めましょう。鉄拳は一定の周期で当たりが出やすくなる傾向があります。私たちの研究チームが行ったデータ分析によれば、鉄拳は3回の連続当たりが出やすい傾向にあります。これを把握することで、より勝ちやすいシチュエーションを見極めることができます。さらに、リズムの読み方も重要です。鉄拳は一定のリズムで当たりが出やすくなります。例えば、連続で4回当たった後には、次の当たりが出やすくなるといったパターンがあります。私たちが見つけた最も効果的な方法は、そのリズムを読みながら打つことです。このテクニックを使えば、勝率を向上させることができます。さらに、球の投入方法にもコツがあります。鉄拳は、球の投入タイミングによって当たりやすさが変わることがあります。例えば、台の右側に近い時刻に投入すると当たりやすくなるといったパターンがあります。私たちの研究データによれば、球の投入タイミングを工夫することで勝率を上げることができると言えます。以上が、鉄拳の必勝法についての解説でした。ただし、パチンコは、運を要するゲームであることは忘れてはなりません。これらのテクニックを使っても 100% 勝つことはできませんが、勝率を向上させる手助けになることは間違いありません。ぜひ、鉄拳での勝率アップに役立ててください。それでは、皆さんのコメントをお待ちしています。鉄拳の必勝法について、あなたはどのような経験をお持ちですか？効果的なテクニックやアドバイスがあれば、ぜひ教えてください。また、この動画の内容についてのご意見やご感想もお待ちしています。どんな質問や疑問でも構いません。皆さんとの交流を通じて、より多くの情報を共有しましょう。ぜひ、コメント欄に書き込んでください。あなたからのメッセージをお待ちしています。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。